って愛してるよとか、うん、でいいのにっていうことを訴えたら、うん、そんなことだったのと、うん、そんだけでよかったのって言った伊助サンタマリアの言葉に、うん、もう石田ゆり子はカッチンですよ、うん、でその後そのセリフが、ね、その言葉が出てくるんだけど、うん、そうかと、男にとって生活の一部なわけね、愛は。どういう状況、それこそ確率の話なんで、恋愛、まあ、いわゆる恋愛ですねは、僕の中でとって 30% ぐらいなんです。投げようかちょっとしたの果汁ぐらいの感じですよ、言うたら果汁 30% そんな 100% だって、さ 100% で恋愛してるか、女の人だって。だからな、 100% で恋愛してるかっていうことよりも、うん、多分女の人は子供を産んで育てるという時点でさ、まあ、そうだったらね、そう、それ確かにそうでしょ、子孫を産むということが女の人の一番、世の中で生きてくる中の一番大きな仕事だとするよ、ね、この顔で言われたらめっちゃ説得力ありますよね。なんやろね、これあるよ、うん、女性は子孫を産むというのが人生で最も一番大きな仕事ですよ。そうですな。だとしたらやっぱり好きな人とも子供が産みたいわけで、うん、子供のことも好きなわけで、うん、やっぱそれが人生の一番の重きだと思いますよ、仕事よりも。そうですね。でも男の人からしたらちゃちゃっとやっちゃえばちゃちゃっと出てくるわけですよ。あ、そういう意味か。そういう意味で言うとね、なんか別にそれも女の人からしたら、そのやっぱ男性が好きやからっていう結果それやね、うん、ってなるとやっぱ人生全てが愛と言われてもそりゃそうさ。だからといってその愛情全てで生きてるわけじゃないもんね、うん、あ、だからその生活とその子供を育てるっていうことが女性の場合はもうこれのためにやってるんだっていうのがあるけど、そうだね、桃井川さんは名言を残したよ。男は何だと聞いてんの。え、桃井かおりさんは名言を残したよ。残したよ、聞いたよね。聞いて、あのね、頭がすごい寂しいのに、うん、すごい唇がね、グロスでね、すごい艶がリップなの。それが面白いよね。いや、確かにそうですね。そうね。そうですね、うん、だからもう結婚したら余計思うでしょうね、そういうこと。そうで、だからね、ジョップ君そんな果汁何パーセントみたいなのとかしとったらね、あ、もう殺されんだよ、ほんま。違うで、いや、その分だって仕事に費やすじゃないですか、あと 70% は。 70% ね、うん、うん、それをか、うん、そうか、まあ、なあ、仕事をどれだけ収めるかっていうことで、そうで、だって何のために生きてんのっていう話ですよ。そんなこと言われたんだな。次の確率いこう。次の確率、主な地震の全国の地震発生確率、うん、これ面白いですよ、はい、30年以内に、うん、マグニチュード7以上の、うん、地震が起こる確率、うん、例えばですね、うん、北海道北西沖も北海道 もう一番端の北の方はですね、うん、マグニチュード 7.8 程度は 0.006 から 0.1%、 非常に低いんですね。非常に低いね。ところがですよ、はい、宮城県沖、宮城県の海の方、はいはい、マグニチュード 7.5 前後は 98%、 だから30年、ほんまに30年以内に東京は絶対になると。ジャンプ君、東京は、はい、ちなみに東京ですね、東京で大正の関東震災ぐらいのが起こる確率、マグニチュード 7.9 7.9 程度が ほぼ 0.8% です。あれ、30年以内だとね、全然低いよ。そうなの、あれ、まあ、これあくまで確率なので、うん、まあ、本当にさ、宮城県やばいの、絶対めっちゃやばいのよ。宮城県に仙台とかか。ちなみにね、その東北地方は結構や、怖くて、三陸沖っつって、まあ、さらに北の方も 90% 程度ということで、うん、一番全国で高いのはどこ？は言うた、宮城県沖ですね。その次は？その次が三陸沖かな。その次は？その次はね、南の方ですな、九州と四国の間、日向灘のプレート間地震っていうのがありまして、これが 70から80%、今後30年以内に大地震が起こる確率ということです。全然東京起きねえじゃん。どういう根拠かは分からへんけどね。東京起きる起きるの噂で私何回か大阪に避難したけどね。そんなだって予知できないんですよ、地震っていうのは。今のあれでも、はいはい。あとはですね、いろんな確率がございますが、後部座席のシートベルトの着用率というのがありまして、そんなにゼロやろ。ね、
一般道でね 8.1%。 8もあんの、あでも高速でやってる人はちゃんとやってるんですよ。高速だと 9.8% でちょっとだけ高くなるんですけど、後部座席もそんなにしてんねや。そうやで。へー、あとはね、日本で日本における全死因、要するに死ぬ確率、ね、死ぬ、原因、1位がですね、悪性新生物、要するにガンです。はい、癌で死ぬ方が 31%。 はい、その次がですね、心疾患で心臓の病気ですね、これが 15.3%、うん、ちなみに普通に老衰で死ぬ方はですね 2.3% ってことで、だって老衰っつってもさ、うん、私思うねんけど、おじいちゃんとかおばあちゃんも結局は老衰してるからこそかかって癌、老衰してるからこそかかって心臓、最後はなんか病気になっちゃうっていうことで、でも要するにあれは老衰やん、ほぼまだね、50代とか60代とかまだ元気な時に癌で亡くなっちゃうとかやったら分かるけど、なるほどね、その言い方やとみんながみんな癌とか心臓病で突然死してるみたいな思うけど、そう、まあ、統計上はそういうことですね、うん、はい、あとポーカーで、うん、これ面白いですね、ポーカーでジョーカーなしで、要するに配られたまんまの5枚で、うん、ロイヤルストレートフラッシュっていう、あの要するにこう数字も並んでて、あのあれも一緒でっていう、だからあれろ、10、11、12、13が全部キングとかってことやろ。 それが出る確率ってどのぐらいだと思いますか。 0.001%。 あ、まあそんなんでしょうね、これ649,740分の1の確率ということで、0.001 より少ないよ、64万ってことは 0.000 もっとってことですよ、064なんとかで、ちなみに2ペアが出る確率は21分の1。聞いて、はい。